幼い頃から同じ時間を過ごしてきた二人、やがて大人になり結ばれることになる。いよいよ明日か、結婚。のび太のくせによ。ところが結婚式当日、逃げた、のび太逃げた、逃げた、のび太逃げた。もうしずかちゃんのことが好きじゃなくなったのか。違うよ、好きだよ、大好きだよ。逃げた、のび太逃げた、逃げた、のび太逃げた。なんで結婚式から逃げ出したのさ。どうしていなくなっちゃったのかな。どうしよう、ドラえもん。このままじゃ僕、しずかちゃんと結婚できないよ。どうするも、こうするも。二人の未来のために。あんたのお嫁さんを一目見たくなっちゃったね。おばあちゃんの願いを叶えるために。僕はこんなだから、もしかしたら静香さんを幸せにしてあげられないかもしれない。時をかけるのび太とドラえもん。そして披露宴会場ではジャイアンの熱唱が続く。のび太さんは必ず来ます。静香ちゃんとの思い出が消えちゃうんだよ。のび太さん、そのままでいいから、そばにいて。しずかちゃん。ドラえもん50周年記念作品、スタンドバイミードラえもん2。